ワンデイワンシネマ第五十八回は千九百八十一年小栗康平監督の泥の川。こんにちはサシミスターズ白みことしじん大久保裕之の映画の部屋。えー、っとこの映画暗い暗いけどいい映画です。えー、っとねうーんなんだろうなもう日本映画史上の金字塔の一つと言ってもいいかもしれません。 えっと、ね、一言で言うと「あい、えー、悲しいに切ない」って書く「あいだけどうんそう言葉で説明するとちょっと何なんだけど本当愛極まりのない映画です、えー、っと舞台は昭和30年初頭、えー、まだね川に船を浮かべて船場生活をしてる人たちがいた頃の話、えー、っと僕もね横浜の黄金町辺り の運河とかさ、えー、見てますよで、えー、っとこの川プチの食堂の家族息子が一人いて、えー、そこのすぐ近くの川に、えー、っと船が着くんですね。でその船にはえー、っとお姉さんと弟、えー、同年代の えー、子供たちがいるだけど食堂の父母は、えー「あの船には近づいちゃいけないよ」って言うわけですよでもまあ子供同士だからすっかり仲良くなるでその食堂の、えー、両親も少年の両親もさ家にその船で暮らしてる、えー、兄弟を呼んで、えー、一緒に食事したり、えー、それこそあの お祭りりの時にお小遣いを持たせたせまあそれに関するエピソードもあってさすごい悲しい話なんだけどさまあそういうことをしたりして本当にこの食堂の両親が田村隆弘と藤田由美子がやってるんだけどうんとてもいい、えー、田村隆弘っていうのはさあのほら、えー、なんだっけ っていうやつあの古畑任三郎の田村正一のお兄さんで、えー、そのもう亡くなってるけどね本当に上手ですそしてこの戦場生活の、えー、女の子男の子のお母さんが,、えー、かがまり子なんだよ、ね、この加賀まり子がまだ39か40そこそこだと思うんだよね。すすごく綺麗です えっと、これね、原作はね、原作宮本テル一時期さ宮本照すごく流行ったんだよね僕読んでないから何とも言えないけれど結構、えー、本読むってうから何読むのって聞くとさ宮本照とかってえー、嘘そんな重くて暗くて熱い小説をこの人読むのかって思うような人がみんなよく宮本照って言ってたよね。まあ それはさておき、ドラマにもなってさ「青が散る」とかさあの郷ひろみの元奥さんのえー、なんだっけゆりえさん、えー、なんかもそのドラマでデビューしたりしてましたよね。えー、本当に、えー、宮本照って一時期もてはやされての最近どうしてダメなのかしらわかりません。でこの映画は本当にいい。で えー、これ元々自主政策で作ったらしいの、ね、うんよくそれを、まあ、いい映画だって言って、えー、東映の岡田社長が、えー、前のね先代この間亡くなった、えー、社長会長の前のお父さんね、えー、が、えー、一般公開に踏み切ったっていう感じ。えー、そうそうそう。あのー、少年がね えー、川にカニを燃やすシーンがあるんだけどそれがさすっごく印象的でしたあとやっぱりその川に浮かぶ船、えー、そこに佇む少年少女たちとかさとても映像的も美しいだけどさおぐり小栗こへってさこれはものすごくいい映画なんだけれどその後はどうなのかな えと松坂慶子主演の「死のトゲ」見てまあこれはまあまあ良かったんだけれどうん他の映画とかちょっとね長くて退屈でうん独りよがりって感じでさそのなんだっけな「埋もれぎっていうね新作小栗浩平さんの新作が出るんでインタビューしたんですよ。うんだけどねなんていうのかな 自分は正しい自分は素晴らしい映画を作ってるんだっていううーんなんかね確固とした思い自信うーんええー、<laughs> うーんそういう人なんだなってちょっと思っちゃいましたねあって残念っていう気がした人ですあいけないかこんなこと言っちゃう。 えー、そうですねあのちょっと写真はさネタバレを防ぐためにバラバラに配置してます何しろねこの出てくる子どもたち3人がすごくいいんだなあの誰も知らない是枝監督の「誰も知らない」とは違った意味でなんだけど、まあ、この監督が、えー、子どもたちの演技を引き出してるのすごいと思う。それと さっきも言ったようにほら綺麗でしょかがまりこえー、っと本当にねこれもそうそう田村孝弘もいい演技藤田由美子もいい演技これはぜひ見てほしい映画だと思いますそれでねあのそう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 あのちょっとね概要欄の、えー、このチャンネルの説明書き換えましたで えと僕のプロフィールなども載っけまして、えー、さらにかつて、えー、マリク・レールウェブ版で紹介した、えー、シネマレビューのページもーリンクを貼っておきましたのでぜひそっちも、うん、読んでいただければと思います。ただね、えー、とそっちのマリク・レールのやつはね結構あのお行儀よく書いちゃって。 えともっとはちゃめちゃにやればよかったなって、えー、反省したりしているわけですまあこの映画本当にえー、っとね他にあんまりこういうタイプの映画ないと思うなぜひご覧ください映画は僕らを夢の果てまで連れていくではまた